繰り返す内容だ。3, 2, 1 岩手グルージャ盛岡。本日は岩手グルージャ盛岡ホームゲームにご来場いただきまして誠にありがとうございます。場内の皆様お待たせいたしました。それより、これより記念すべきナイターゲーム開催にあたりまして、ナイターの照明設備の点灯式を行ってまいります。ご覧のように場内はまだ日が照っています。しかしこの照明はそれを上回る明るさで皆様を照らすということになっております。どうぞこの4本の鉄柱をご注目ください。それでは私が10秒前からカウントいたします。皆さんは手拍子、針線、そしてゴール裏は太鼓などなどでご唱和いただきたいと思います。声は出さないようにお願いします。それでは参りましょう。10秒前からです。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、点灯。ご覧のように見事に4本の照明が明かりが灯りました。改めて皆様ありがとうございました。それではここで本日のマッチスポンサーであります岩立電機株式会社代表取締役社長平野義秀様よりご挨拶を頂戴いたします。平野様どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私岩立電機株式会社で代表取締役社長を務めております平野と申します。美香さんどうぞ一言。はい、NEC 熱制裁の及川でございます。どうも。今日は、ナイター初開催おめでとうございます。まだまだですね、コロナがちょっと落ち着かない状況でございますが、サポーターの皆様そして岩手県民一度、いっぱい今日はなんか倒れました、ね、早めに切り上げろってことですかね。はい、今日ちょっと暑いですが、この暑さに負けず元気に応援してまいりましょう。ということで、今日はいよいよ初めてのナイター戦となります。我々岩立電機そして NEC 熱 SI、皆さんと一緒にこの試合を観戦しに来るのをとても楽しみにしておりました。今ご紹介いただいた通りですね、皆さんの周りにありますこの4本の鉄塔、この照明、こちらを岩立電機そして NEC 熱 SI の2社で、施工させていただいております。今回ですねスタジオ照明として世界最高のものを、ご提供させていただきました。まず何といってもですねとっても明るいです。1500ルックスあります。それから、LED ですので、消費電力がすごく少ない。 LED なのに、眩しくない、光のムラも少ない、色合いも綺麗ということで、選手にとってとてもプレーしやすい環境を提供できているんじゃないかなというふうに思います。またですね音楽に合わせた、光の演出を自動でする、機能もつけております。おまけにですねカラー照明も今回、ご提供させていただきました。ビカビカ光ります。岩手の光でございますということでありがとうございます。盛岡の皆さんに喜んでもらえる照明が岩銀スタジアムに、感動をもたらす照明がご提供できたんじゃないかなというふうに思っております。
というわけでですね、今日は皆さんと一緒に、我々も盛り上がっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。岩手電機株式会社代表取締役社長平野義秀様、そして NEC 熱電産株式会社盛岡営業所社長及川健二様にご挨拶いただきました。ありがとうございました。